日本を元気にする夢を届けます。流れ星を人工的に作って輝かせる、そんなロマンあふれる夢のプロジェクトを進めるベンチャー企業の社長がいます。人間が考えてることって基本実現できるんじゃないかと私は思ってます。世界の夜空を彩るプロジェクトに密着。日曜夜6時30分、夢の扉プラス。